はい、えー、徹子の部屋がですね、えー、なんと今月の27日に1万回を達成するという記事が出てましたね。えー、すごいですね。40年続いてるわけですからね。でも、徹子さんはね、あと10年やってね、えー、50年やりたいと言ってるんですね。えー、ってことは、1万回は通過点と捉えてるんですね。えー、通過点ですから、徹子さんの中ではね、二つの意味で、とっとと達成したいってことですかね。ねずっちです。では、また。